皆さんこんにちは。女性初のプロクライマー、元 NHK 講師の小川先生です。向き向き、はい。このチャンネルではトップ選手の登りの解説や皆様からご依頼いただいたオンラインレッスンの公開をしております。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでは今日もいってみよう。こんにちは、小川先生です。トライを重ねるごとにムーブなどが非常に洗練できています。例えばロープの出しすぎクリップが非常にコンパクトになったり、パワーを使った足ブラムーブも省エネの足残しムーブに変えたり、また無駄なレストも省いてリズムよく登れるようになっています。強肩者のリードのアドバイスが欲しいということで、改善点は3つ。強肩者のリードを行っている時にどうしてもジャンプ気味に踏み替えてしまっているところが多かったです。しっかりと腹筋を使って足の先を残し気味にしながら重ね踏み替えも練習してみましょう。次にロープをまたぐ時に非常に大きく足を振りすぎてから足を乗せているので、ここでちょっと体力を使い気味になっています。ロープと膝頭がだいぶ離れているのがわかると思います。こうすると足が重りになってしまって落ちるモードになってしまいますので、トップ選手のようになるべくロープと膝頭が離れないように膝をお腹に引き寄せてロープをまたいでいきましょう。足とロープが擦れてしまってもいいぐらい足を大きく振ってまたがないで、なるべく直線距離で次の足が置けるようにやってみましょう。ロープが絡まないギリギリのところを練習しましょう。最後にしゃくりが多くてトントンと2拍子のリズムで登っている場面が多かったです。このトントンが何手も続くと強肩者は特に疲れが積み重なっていきやすくなります。なるべく1拍子のリズムで登ることで省エネにつながる登りをしていきましょう。トップ選手は1拍子のリズムであまりしゃくりがなく登っているのがわかります。ホールドの一番持ちやすい場所を一発で狙うつもりで登っていきましょう。そうすることで登りも非常に綺麗になりますよ。またどうしてもしゃくりが必要な場面もあります。その場合はまず3つ決めておきましょう。1つは少しいい位置まで届き損ねてしまった場合、親指を使わない保持から親指を使う保持へと持ち直しの場合、しゃくっていかないと前に進んでいかない場合、これくらいの場合にとどめておいて無駄なしゃくりは減らしていくことで完登率が高まりますよ。頑張ってみてください。ここからはアフタートークの時間になります。60秒レッスンでは補いきれなかった内容をもっと深掘りしていきます。またこのようなオンラインレッスンを有料にて行っております。ご興味のある方は概要欄の URL でお申し込みください。それでは今回のご依頼主様をもう一度見ていきましょう。今回のご依頼主様はボルダーの動画も上げられていたんですけども、リードがメインということで、リードのところで良いところをまず上げさせていただきました。で、何回かねチャレンジしていた動画がせっかくありましたので、4回目と6回目って確か書いてあったと思うんですけれども、比べてみましょう。まず4回目の時、上ですね、結構ですねロープをこう出しすぎて腕が横に触れちゃってるっていうところですね。これがちょっとね無駄な動きで、エネルギー使ってしまってもったいないなっていうところだったんですけれども、それがね6回目にはだいぶ改善されまして、ほとんど腕を横に振ることなくコンパクトに直線距離で、クリップができているっていうところ、このようにね回を重ねるごとにきちんとムーブが洗練できているところがすごいなと思いました。きちんとこう無駄がね省けた積み重なったトライをされているなという印象でした。他にもね足ブラしなくてもいいようなムーブで、4回目の時はちょっとパワーを使う足ブラムーブになってしまっているんですけれども、きちんと6回目は足を残して少しでも省エネでいけるようなムーブに変えているっていうところも非常にここもすごいなと思いました。やっぱりねせっかく足が残せるムーブがあるんだったらそちらの方がね全然疲れも違いますしね。そして4回目はなんかもうこれ初っ端で結構もうレストが挟まれてしまって、でここでちょっとリズムが止まっているんですけれども、6回目の時はもうきちんとリズムよく下から2個目3個目ぐらいのここがクリップなんですよね。まだまだ下の方なんですけれども、まあ4回目の時はレストしてしまいましたが、6回目の時はリズムよくそこ下部はこなしていたっていうところがね非常にやっぱ洗練されていてきていて、すごいトライがいいトライをされているなと思いました。ご自身で無駄だなと思うところ、今はやらなくてもいいなっていうところをすごく綺麗に省いて登られて6回目に完登されていたようなんですけれども、そこがやはり
いいトライだったなと思います。まあ、特に後継者のリードのアドバイスが欲しいというご要望がありましたので、今回も改善点を3つお伝えすることにいたしました。それでは1つずつ見ていきましょう。で、後継者の時にですね、こうポンと足をねジャンプ気味に踏み替える場面が非常にちょっと気になりました。まあなんか気持ちは非常にわかるんですよね。足も大きい、後継者だと足も大きくなりますし、重ね踏み替えをなるべく本当はここで練習がてらしてほしいなっていうところですよね。ここをもうポンって踏み替えるたびにお尻がピョコンって上がってしまうので、そうするとここでまた体力をちょっとお尻が上がったり下がったりしますよね、ピョンって跳ねることで。そこでね体幹のを使ってしまうのが非常にもったいないなと思って、これ本間選手なんですけども、お尻動かないで足だけでススッとこう重ね踏み替えができているの分かりますかね。もう一回いきますね。他のところでもお尻ほとんど位置動いてないですよね、上下に。そこで変えている、足を踏み替えている、これをぜひマスターというかちょっとお手本にやってほしいなと思います。ジャンプ踏み替えをしてしまって体幹が上下に揺れたり、いろんなところに揺れたりすると、保持位置も若干ですけども変わってきちゃいますよね。で、これがまだガバだったらいいんですけども、またこの細かい落ちそう、今にも落ちそうなホールドを掴まなければいけない核心部分になった時に体幹が上下に揺れてしまうっていうのは結構致命的になってしまうので、今この時点でできる時にしっかりとあまり、お尻を上下させるようなジャンプ踏み替えではなくて、この本間選手のようにね、あまりこうお尻を動かないように足だけでススッとこう踏み替えられるようなやり方、これをマスターしてもらうと、保持がね悪くても保持がブレることなく足の踏み替えができるっていうことができますので、ぜひちょっと練習してみてください。そして次に気になったのがですけれども、このロープをねまたぐ時にかなり大きく足をね後ろに振って、でそれから次の足を乗せるっていう場面がちょっとよく見られたなと思いました。ここの場面もそうですね。これかなり多分後継者だと思うんですけれども、画面見ただけだとね水平に見えますけど結構被ってると思いますね。あのクイックドローの垂れ下がりを見ると、でかなり足をこう真下というかね背中の方にぐるーんとこう足を振り上げるっていうんですかね、めちゃくちゃまたぎすぎちゃってるっていう感じですかね。でここまで足を大きく振らなくてもまたげるよっていうことを言いたかったですね。でここまでやっぱりね足を後ろの方に振り下げてしまう、振ってしまうと足自体が重りになって落ちるモード、足のこの勢いづけというか足を後ろに振った勢いで落ちてしまうモードになってしまうので、これはなるべく避けてほしいなと思いました。これも本間選手ですが、ちょっと見てみましょう。今ロープをまたぎますよね。もうそこまで全然足振ってないの分かりますよね。ほとんどこの体の軸より壁足体っていう感じじゃないですか、順番が。足を大きく振らなくてもそのままギリギリでロープをまたいで足を乗せてますよね。この場合ももうかかとにちょっとロープかかってるぐらいですからね。まあ、引っかかったで邪魔になってしまうんですけども、まあそれくらいなるべくロープに近づける、もう直線距離で行くっていうことですね。ここもそうですね、もう膝とロープ重なってますけど、もうギリギリで乗せる、ギリギリでまたいで足をそこまで後ろ背面まで振らないで次の足を乗せる、ここをだいぶ気をつけてもらうだけで足を大きく振ってまたいで乗せるっていう、この無駄な動きというかちょっと体力使っちゃう動きがなくなるだけで、だいぶ完登に使うエネルギーが余ってくると思います。これでなのでちょっとね、初めは足が引っかかりそうで嫌だなとか、そういう場面があるかもしれないんですけども、練習して慣れていけばこれだけ足とロープが近くてもまたげるよっていうところが練習すればできると思いますので、ちょっと意識してやってもらうだけで随分ここで、
変わってくるかなと思います。で最後になりますけれども、ちょっとねしゃくりといってなんか2拍子のリズムで登ってる場面が多かったですね。まあこう同じホールドをトントンと2拍子で持ち直してしまうというかね、ホールドが届き損ねちゃったっていう感じでもないのに、もうしっかりとホールドのところに届いているのにトントンとこう2回も持ち直してしまう、このトントンがですよ、例えば30手続いた場合すごい量になると思いませんか。ですのでこのちょっと言い方悪いんですけども、無駄なしゃくりをなくして一発でいいところを持って次のムーブに行くっていうところを練習してほしいなと思いました。このルートもそうですね、トントンとこう2回ね、腕を曲げたり伸ばしたりってトントンってするだけで腕を曲げて伸ばしてって2回やってるわけじゃないですか。これを30手のルートだとして30手やってるってことは60回ですよ。トントンと2回登ってる体力を使ってるのと同じになっちゃいますよね。ですのでね、ぜひねこの腕を曲げて伸ばしてのこのトントン2回の曲げ伸ばし、しゃくりっていうのをちょっと改善していけたらなと思います。これもまた本間選手です。本間選手見ても左手今全然トントンしてなくて一発でいいところを狙って保持してクリップしてますよね。で例えば次の黒いホールドに向かいますけど、ここですね、ここももう一発でいいところを持ってトントンってなってないですよね。まあ、こんな感じでポン、トン、トンっていう感じでね1拍子のリズムのようにして登っていくとリズムも良くなりますし体力の消耗もだいぶ変わってくると思いますので、ぜひちょっと気をつけてやってみてください。ただですね、あの本編の60秒アドバイスでもお伝えしたんですけども、どうしてもねしゃくらないといけないような場面も出てきます。全くしゃくりをゼロにしろとは言いません、なかなかそれはねあの厳しいと思いますので、まず3つですね、3つしゃくりが必要な場面を後半で挙げさせていただきましたので、その時はしゃくってもいいんだと思いながら、その他は特にねガバホールドだったら、しかも届いてるんだったらしゃくる必要ないよなっていう場面ではなるべくしゃくらないようにしてもらえたらなと思います。例えば届き損ねてしまった時、ちょっと勢いよく行ってこれ本間選手わかるかな、若干しゃくってるんですよね、トントンって今しゃくりました、はい、こんな感じで微細なところですけれども届き損ねた場合、微細じゃなくてもいいですよ、そういった場合はしゃくってもいいと思いますし、あと今オープン持ちですけど、ここからピンチ持ちに変えるんですね、こう保持を変える、親指を開いたり閉じたりとか、これ逆の場合もあると思うんですよ、開いてたけど閉じるとかね、親指が保持のね具合を変える場合はもちろんしゃくってもいいと思いますし、あとしゃくらないとね進めないっていうようなねボリュームホールドとかありますよね。そういった場合は絶対しゃくっていかないと前に進んでいかない、前に進むっていうか、まあ、上に登っていけないですので、そこは絶対しゃくりは必要ですよね。そんな感じでこの3つですね、この3つ は絶対しゃくってもいいと思って、他はなるべくポン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 としゃくっていかないようなリズムで登っていくとだいぶ省エネになってね完登率も上がってくると思いますので、ぜひ気をつけてやってみてください。特に強傾斜のリードはいかに無駄を省くか、省エネしていくかっていうことが非常に重要になってくるかと思いますので、ぜひこのまず3つは気をつけて練習してみてください。それではまた。 SNS で大反響、日本初のボルダリングオンラインレッスンをやっています。名古屋ではオフラインレッスンもやっていますよ。お申し込みは概要欄まで。レッスン生の成果を続々といただいております。 LINE スタンプも好評発売中、ボルダリングギャグが満載です。インスタグラムやノートでは YouTube 未公開のレッスン記事も書いています。フォローしてね。